お、すごい。素早く指を離すと、あ、本当だ。はい、来た。これ20点ですね。フィギュアのクオリティめちゃくちゃ高いですね。いきます。はい、うわーすごい。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。映画ドラえもんのび太の地球シンフォニーのおもちゃです。それでは見ていきましょう。ということで、この映画をね、見に行ってめちゃくちゃ面白かったので、いろいろグッズをね買ってきてしまいました。そのハッピーセットもあるのでね、はい、あのいろいろちょっと、ね、ご紹介していきたいと思います。でね、結構ね笛系が多いのよ。なので顔を出しせざるを得ないなと思って、はい、顔を出してます。ね、まずこれが、前売り券プレゼント、ピピッと響くホイッスルドラです。はい、これ笛ですね。はい、見えるかな。こんな感じでドラえもんが笛の上にくっついてる。で、ここにチェーンがついてるので、あのなんかキーホルダーとしても使えるよっていうやつですね。はい、この形のこのなんかバッハみたいなね、このドラえもんですね。はい、これはちなみにあのポップコーン入れるやつです。はい、ポップコーン入れるやつもうなんか可愛かったんで買いました。見て、このさ、これが可愛いんだよね、この横のやつ。ほら、これがめっちゃ可愛くて買っちゃいました。はい、で、ちょっとこれ吹いてみますか。いきます。え、嘘だ、こん、え、もしかして下手。あ、鳴った。なるほど、結構甲高い音が鳴りますね。これ家でやってたらちょっと近所迷惑とかになりそう。じゃあちょっとハッピーセット開けていきます。ということで、中身を取り出すとこのような感じになっております。この前にある方が第1弾で、後ろにある方が第2弾で、今は第1弾と第2弾どっちも混ざったやつがもらえるようになっています。はい、ということで、まず1個目見ていきましょう。ドラえもんのカスタネットです。輪っかに指を通します。で、叩く。で、音が鳴る。なるほどね。はい、いや、めっちゃ可愛い。ミッカ、後ろミッカになってます。めちゃくちゃ可愛い。はい、めっちゃイラスト綺麗。めちゃくちゃイラストが綺麗です。はい、プリント技術の凄さ。あ、取れた。あ、中身がドラえもんの鈴になっている。で、周りに音符がある。可愛いデザインですね。はい、で、これをこうつけて、こうやってカスタネットとして遊べると。すごいね、実際の楽器が入ってるっていう。次、これはなんだ。歌声マイク、へこんでいるところに向かって声を出してみよう。声が響いて聞こえる。ほんとかな。あー、え、あー、すげえ、どうなってんのこれ。あー、え、これ伝わる、伝わってる。めっちゃ響いてる中で。あー、こんにちは。なんかわーってめっちゃ響いてます。ただのプラスチックの中で響いてる音じゃないですね。何かしらの仕掛けがあるんだろうな、中身に。え、わかんない。あ、バネが入ってる。バネで響いてんのかな。あーあー、うん、ちょっと難しいですね。はい、こちらチャペックとミッカとドラえもんの絵が描かれてます。めっちゃ可愛い。はい、っていうのが歌声マイクです。すげえ、ね、響いた。ほら、バネだ、バネで響いてんだ。じゃあ次、ドラえもんとチューバの笛。チューバ出てきましたね。で、強く吹いて音を鳴らしてみよう。穴を指で塞ぐと少し音が変わって聞こえる。穴が2つあります。こことここの2つですね。はい、で、ここから口で息を吹くと音が鳴るらしいです。行きましょう。
ちょっと穴塞いでみます。なるほどね。なんか豆腐屋さんが鳴らすラッパみたいな音だね。みたいな感じです。はい、これもね、ドラえもん可愛いです。うん、チューバ出てくるからね、ちゃんと。で、次、ボンゴ迷路迷路が中に入ったボンゴだよ。指や手で叩いたりバチを使って音を鳴らしてみよう。ボンゴで迷路もできると。で、バチは裏側にありました。これですね。はい、で、これでこうやってバチで音を鳴らしたり、指で鳴らしたり、こう置く場所によっても音が変わりますね。面白い。で、迷路あります。はい、ここスタートです。で、こう来て、ちょ、見えないな、これさすがに。あの、動いてるんですけど、この中の玉がこうやって、はい、こうやって遊びます。はい、で、こっちのゴールに持ってくっていう迷路です。おもろい。で、これがドラえもんとオルガンゲームですって。ピンボールゲームが中に入ったオルガンだよ。鍵盤を押して音符を飛ばそう。なるほど、これもゲーム系だ。この鍵盤を押すと、はい、音符が跳ねます。なので、こうやって、はい、来た。これ20点ですね。こうやって何点になるか遊ぶゲームです。次、トロンボーンホイッスル、吹きながら前のピースを出したり引いたりしてみよう。音が変わって聞こえるようですって。これだ、これが動くから、ちょっと吹いてみましょうか。え、あ、すごい。この音、ちょっとあの音ですね。ちょっと映画を見た人ならわかる音です。すごい、これすごいね。欲しいね、欲しくなるよね、これは。はい、かわいいドラえもんと、裏がムード盛り上げ楽団ですね。はい、すげえ、これいいね。次、ドラえもんとリンリンハープ。ドラえもんを手を下に押して素早く指を離すと、あ、本当だ、音が鳴ってる。聞こえますか、このチーンっていう音。多分これドラえもんの体内から鳴ってる音ですね、これは。うん、この後ろに穴が開いてるから。すごい涼しげな音です。はい、そして次はこれめっちゃ面白そうなんだよな。組み立てリコーダーです。このリコーダーを組み立てます。はい、できました、リコーダー。すごい、めっちゃみんなのイラストが描かれている。はい、かわいい、こんな感じで。はい、で、吹きながら穴を指で塞いでみよう。音が変わって聞こえるよ。本商品はあくまでおもちゃのため、実際の楽器の使用音階とは異なりますって書いてます。じゃあちょっと普通に、なるほど、これちょっとあれですね、強く吹くとこうなるんですけど、優しく吹くとこういう音が鳴るので、力加減必要ですね。で、穴の数も本物のリコーダーとはちょっと違うので、多分音階もちゃんと出てるか、なんかちょっとよくわかんないですけど、まあこの音が鳴るおもちゃとしてはね、面白いですよね。はい、すごい。それでは次は
このこっちのね映画館で購入したやつね見ていこうと思います。まずこれがドラえもん&ムード盛り上げ楽団ですのフィギュアで、こっちがミッカ&チャペックのフィギュアになっております。はい。で、あとこれが、ボトルキャップマスコット、はい、で、これが、くるくるライトキーホルダー、はい、ということでちょっとね、全部開けていきましょう。それではまずはこちらのね、フィギュアから見ていきましょう。まずはドラえもんです。はい、こんな感じの見た目になっております。はい、いやすごいこの造形とか塗装がねめちゃくちゃ細かいですね。はい、で指揮棒を持ってます。でセットのこちらムード盛り上げ楽団、はい、こんな感じで、あ、すごいこの髪の毛なのかな、これもう線までしっかり造形されてる。でバイオリンもめっちゃ細かい、こんなちっちゃいのに。はい、で、はい、この太鼓ですね、これも模様がめっちゃ細かく造形されてます。でこれラッパかな、はい、こんな感じで、はい、全部細かいですね。でこれ組み合わせるとこうやってドラえもんがムード盛り上げ楽団のこう指揮をしているみたいなね感じにできます。はい、そして次こちらミッカですね。はい、いやこの髪の毛のこの色、このグラデーション綺麗にされてますね。で顔もね造形されていて、この模様とかもしっかり塗装で再現されております。素晴らしい。はい、でこちらチャペック、いやチャペック良かったですね。なんか頑張れってこう応援したくなるようなキャラクターでした。めっちゃ可愛かったですねチャペック。はい、こんな感じになってます。でこのチャペックとミッカを組み合わせると、はい、こうやって手をつないでいるようにね、はい、することができます。いやフィギュアのクオリティめちゃくちゃ高いですね。それでは最後これ見ていきましょう。ここのボタンを押すとライトが光って、なんとこのあのシーンがね、映画のシーンがライトでこう映せるっていうものになってます。でここ回すとそのシーンがこう変えられるっていうやつです。ちょっと電気消してやってみましょう。それではいきます。はい、うわーすごい、あのシーンですね。はい、で回すと、はい、あ、変わるシーンが、あ、こんな感じで変わるんだ。はい、チャペックとミッカですね。でみんなで演奏するシーン、スネオ、ジャイアン、しずかちゃん、のび太、ドラえもんで戻ると、面白いこれ。はい、こんな感じです。ということで今回の、映画ドラえもんのび太と地球シンフォニーのグッズの紹介いかがだったでしょうか。いやほんとね、このハッピーセットでもちゃんと楽器としてなんか音が鳴るね、おもちゃっていうのが面白かったなと思います。でこのね地球シンフォニーの感想なんですけれども、僕は見てめちゃくちゃ面白かったなと思います。はい、なんかのび太の成長はもちろんなんですけど、のび太だけじゃなくてスネオとかジャイアンとかしずかちゃんとかの成長もそうですしね、そういうのが、こう音楽を通して楽器を通してこうどう成長していくのかみたいなのがもうめちゃくちゃ感動しました。はい、子供たちにとってはもしかしたら結構序盤退屈かも知れません、もしかしたら。うん、まあなんですけれども、最後クライマックスえぐかったんで、本当にこの映画はもうクライマックス見るためにね、まあ、全部面白いんですけどね、クライマックスが本当に、ね、すごかったよっていう、なんか思わずこう手拍子したくなる場面とかもあってね、本当によかったので、よかったらまだ見てない方はぜひ、あれはちょっと劇場で見てほしいですね。はい、まあ、という感じでしょうか。いや本当に秘密道具の使い方めちゃくちゃうまいなと思いました。はい、まあ、という感じで、今回の動画以上になります。あ、ちなみにこの
今あんま青に見えないかもしれないですけど、あの青い青系統の服これしかなくて、はい、これを着ました今日は。はい、ということで今回の動画は以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、 X、 TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルキルでした。